チベット時代の矢島康次郎矢島康次郎八月二十三日から九百六十三年二月十三日は日本の探検家、軍人、四川省からのルートで初めてチベット入りした人物であり、ダライラマ十三世の工具を受けてチベットの軍事顧問に就任した。文献によっては名前が康次郎となっているものもあるが矢島が使っていた名字や親族からの手紙などには ほ、二郎が使われている。群馬県祭、氷植ハスム村大技上右駅の裕福な農家の三、難に生まれる。群馬県人城中学校を中退後、日露戦争に従軍。野木マレスケ率いる、第三軍で、旅順後為戦に参加し、突撃隊である白出す機体にも死願した。この先行で軍曹に昇進し、また高7級の禁止勲章を授与されている。 1906年、剣術に秀出ていたことから陸軍富山学校へ入学を命じられる。しかしこの頃になると、矢島は、当時ベストセラーとなっていた、川口へかい、チベット旅行機に大きく刺激され、アジア横断無線旅行を志すようになっていた。そこで、チベット人に変装できるようになるため髪を伸ばし始め、同時に、挑発は規律違反だとして切るように言う同僚や、 上官に対し、神武天皇だって、長い髪をしているではないか。俺は、神武天皇の従者になって、ロシア征伐に行くんだなどと抗弁するなど、狂人のふりをするようになる。これが功を奏し、1907年12月に上退。翌1908年、上京し、キリスト教伝同士、島抜兵太夫が設立した、渡米支援団体、日本立交会に入会。 会の中に冒険クラブという部を設けて、アジア横断無線旅行の同志を募った。当時は、寺本映画のチベット入国が話題になっていた時期であり、矢島の計画は好意を持って迎えられ、賛同者は30名に達した。また、冒険小説家、押川俊郎からは、当時貴重品であったコダックのカメラを送られている。当初は30人いた賛同者も、 計画が進むにつれ脱落していき、結局矢島は単身で横浜港から出発することになる。1909年2月3日のことであった。上海に到着した矢島は、東亜道文書院のネーズはじめに面会した後、南京観光北京停州西安館中と旅を続け、9月10日に生徒へ到着する。矢島はここで、 1> 約一年の間、打線路や重慶との間を往復しながら、チベットに入国するチャンスを探った。というのも、当時のチベットは、鎖国政策をとっており、特に矢島の生徒滞在当時は、清との間が緊張状態にあったため、この国境を越えるのは非常に困難だったからである。矢島以前にも、能見広しや寺本縁賀がこの国境を抜けようとして、失敗している。 1910年の秋になって、矢島は、脱線路で、かつて千安に滞在していた時に出会ったラマゾーイ、ヤンと偶然再会する。イーヤンはチャオチベットへ輸送するキャラバンの一員として、ラサへ向かうところであった。矢島はこのキャラバンの隊長と交渉し、モンゴル人に変装して、大の一員に加わることに成功する。この経緯については、詳細なことが分かっていないが、 浅田昭彦は、矢島はピストルを持っていたことから、護衛役として、同行を許されたのではないかと推測している。こうして、1911年3月4日、矢島は、ラサに到着し、川口へ海、成田安記、寺本園宮尾に次ぐ、チベットに入国した4人目の日本人となった。なお、それまでに、チベット入りした3人はいずれも、インドからのルートで入国しており、 四戦省から入った人間としては矢島が日本初ということになる。ラサには1ヶ月ほど滞在したが、日本人密入国者であることが発覚しそうになってきたため、チベットを南下してシッキム王国を経由し、インドへと抜けた。そして、カルカッタから船員として貨物船に乗り込み、1912年3月、日本に一旦帰国する。帰国した矢島は、 立候補会を訪ね、再度チベットに赴くための資金援助を希望する。とはいえ立候補会は、会の存続自体が危ういほど資金に給しており、ここでその資金を引き受けたのは、川島な庭であった。川島は、満州、モンゴルの独立運動を行っていた人物であるが、チベットも、最終的には、独立させたいと考えており、その計画の一環として、ヤシマ チベットの情報収集を依頼する。こうして、川島から資金の提供と情報収集の命を受けた矢島は、日本滞在わずか2日で再び船に乗り、インドへ向かった。インドに到着した矢島は、インドとシッキムの国境近くの町、カリンポンからシッキムを経由してと、前年チベットを出国したルートの逆を行くような形で、チベットへ再入国した。なお、 この時かリンポンでは、やはり、チベット入りを目指していた、青木文京と、ただ一仕官の二人に偶然出会っている。7月23日、ラサに着いた矢島は、政府交換たちに接触し、日本とチベットの提携を説いたが、当時のチベットは、新鋭路線が強く、これは成果をあまり上げなかった。また、この頃チベットと清は、ラサで戦闘をしている最中であったが、 矢島はこれを直接目撃した唯一の日本人である。雪山氏式翌1913年の正月には、新年を祝うために日照旗を宿舎の屋根に掲げ、これを役人に咎められるという事件が起きたが、この事件はチベットにも国旗が制定されるきっかけとなった。この国旗をデザインしたのは矢島とも青木文京とも言われている。 同年、ラサの地図を制作したことがきっかけで、チベット軍の参謀総長と知り合いになり、軍事顧問として迎えられ、弊社の設計や、部隊の教練も依頼された。さらに、矢島の訓練した隊の演習成績が特に良かったことが、ダライラマの目に留まり、この衛兵の編成と訓練を頼まれるようになる。矢島は、新衛隊長としてダライラマが巡航を行うときは、常に、 この衛兵を率いて護衛に当たり、また、現地の豪商の一人娘と結婚して子供も生まれた。ダライラマからは絶大な信頼を得ており、その例を挙げると、矢島はノルブリンカリ宮内に住居を与えられていたのだが、結婚した際には、利休は女人近世の聖域であったにもかかわらず、特別に妻と共に生活することを許されるほどで、あった。しかし、 その後イギリスのインド政庁がダライラマに矢島の追放を要請。ダライラマは、型の上ではこれを拒否したものの、チベットが新鋭路線にある現状として、これを完全に無視することはできない話であった。矢島としてもそのあたりの事情はよくわかっており、1918年10月、採取を連れてラサを立ち、インドを経由して日本へ帰国した。帰国後は、 故郷の群馬県で生活したが、妻は慣れない環境から1923年に病死し、息子も後に太平洋戦争で戦死した。矢島自身にとっても日本での生活はあまり本意なものではなく、痩せても枯れても俺はチベットの陸軍大将だぞが、口癖であまり働きもしなかったことから、一種の奇人として地元では扱われていた。 1963年2月13日、ローと観光編の試し去。80歳。浅田1986、91から92ページ。浅田1986、161ページ。ありがとうございます。